はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はですね、エビ入りの麻婆茄子作りました。もうね、お茄子買ってあったやつね、もうなんかしなびてきちゃったんで、あとピーマンとか残ってたんでね、あとしめじも残ってるのあったんでね、その辺のこうね、ちょこちょこ残ってるものをね、入れて、まあパッパッと作りました。で、あとはお母さん食堂で激辛チキンというのが売ってたんで、ちょっとね、辛いの私好きなんで買ってみました。では今日は、これでね、晩酌やっていきたいと思います。ではまずは飲み物、今日はいつもの朝日さんのドライゼロ、これ東京オリンピックのこのね、バージョンのやつですね。これをプシュッとこう開けて、ではシュワシュワっと注いで、で、焼酎はまだね、セブンイレブンさんの焼酎まだ残ってるんで、これでいきたいと思います。いつもは大五郎飲んでるんですけどもね、ちょっとセブンイレブンさんの焼酎まだ残ってるのを飲んじゃってから買おうかなと思ってます。では軽くかき混ぜて、あー、こぼれそう。こんな感じでシュワシュワな感じでどうでしょうね。例えば世間は3連休だったんですよね。私あんまりね、そういう、ね、連休とかも関係なかったんで、ね、では今日も皆さん一日お疲れ様でした。では、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯いただきます。今日はちょっとね、早めに晩酌始めてます。ちょっともうね、たまにはこれ早めにこうね、晩酌始めてゆっくりお酒飲みたいなと思って、今日は早めにやってます。うん、やっぱりね、少しはこう休む時間もないとね、体がきついっすよ。では焼酎また入れて、疲れがなんか溜まってる感じだったんでね、今日は早めに晩酌やって、で早めね、ゆっくり飲んで早めに休んで、またね、来週からね、頑張ろうかなっていう感じですわ。では、一回置いときたいと思います。ではまずはね、エビ入りの麻婆茄子ですね。これ麻婆豆腐のレシピで作ってるんでね、お豆腐の代わりに茄子使ってるだけですね。確かね、この麻婆豆腐、エビ入りの麻婆豆腐のレシピはクックパッドさんの方にレシピあげてたと思うんで、ただお豆腐を茄子に変えただけなんでね、味付けのレシピとかは同じなんで、また動画の紹介欄の方にリンク貼っておきたいと思います。エビ入れると美味しいんでね、うちの母がね、エビ大好き人間なんでね、麻婆豆腐にもね、エビ入れて作るんでね、こんな感じですよ。では早速ね、いただいていきたいと思います。エビとお茄子、よいしょ、ちょっと入れようかな、よいしょ、あー、エビ取りたいんですけども、エビがよっ、結構ね、まあちっちゃいエビですけどもね、エビもしっかり入ってますよ。バナメイエビだしたっけね、よく安く売ってるエビです。ピント合ってるかな、ピント合ってんだか合ってないんだか、ちょっとよくわかんないですけども、じゃあね、早速じゃあエビからいただいてみたいと思います。こう麻婆なんでね、ひき肉も入って、じゃあこれでいただきます。うんうん、エビプリプリ。じゃあナスね、うん、あ、この麻婆ナスね、だし醤油使って作ってて、和風な感じの麻婆になってるんでね、油もそんなに使ってないんで、ヘルシーな感じの、ちょっとね、
和風な麻婆茄子っていうか麻婆豆腐のレシピなんでね。うん、ちょっとね、麻婆豆腐って結構ね、思いのほか油使ったりするんで結構高カロリーなんですよね。なんでだし醤油を使って、油はね、ごま油を多少使うぐらいでヘルシーに仕上げてます。うん、うん、うん、いつもながらなかなかあっさりめの味ですけども美味しいですよ。うん、ではお次は野菜サラダ。いつもの野菜サラダですね。もう毎回変わらないね、変わり映えしない野菜サラダで、で利権さんの癖になるうま塩のドレッシング。これがね、私このドレッシング大好きなね。このドレッシング美味しいですよね。あんま使ってる人見たことないですけども、動画とかで。これ美味しいんですよ。で今日はモランボンさんのね、焼肉のタレジャン、こっち用意しました。いつもだとね、エバラさんの玉ねぎのタレ使うんですけども、たまにちょっと味変えて食べたいなと思ったんで、おっとっと、ちょっと多かったかな。あー、これがねまたうまいんですよ。この焼肉のタレをかけるとね、ちょっとこう焼肉屋さんっぽい感じになってね。あー、これサラダチキンは生協さんのサラダチキンだったかな。じゃあトマトからいただきます。うん、うん、トマトと、あー飛んでいっちゃった。トマトとね、あー長い長い、あーポロポロこぼれるし、トマトとね焼肉のタレって意外と合うんですよ。うん、うん、トマトに焼肉のタレだけでも美味しくいただけると思いますよ。うん、ちょっとね甘じょっぱくてね、焼肉のタレ、うんうんうん、じゃトマトも一緒に、よいしょ、あーうまくつかめねえな、よっ、取れてるかなちゃんとね、こんな感じで、うん、うん、うん、サラダも美味しいっすよ。一回ね、焼肉のタレね、ジャン焼肉のタレ、モランボンさんの焼肉のタレのジャンと利権さんのね、うま塩のドレッシングの組み合わせでサラダ食べてみてほしいと思います。本当美味しいんでね。富士山も今日も綺麗に出てますね。じゃあシュワシュワ飲んで、おかわりね。でも最近あれ売ってないですね、このドライゼロのスパークっていうんでしたっけ、あの缶じゃなくてあのペットボトルに入ってて炭酸強いやつ、前はねあれもよく買って飲んでたんですけども、今売ってないんですよね。あれ生産もしてないんですかね。あれもね美味しいんですけどね、炭酸強くてね。夏場はあのドライゼロのライムが入ったドライゼロとかも出てましたけど、今それも売ってないですからね。なんかね、もうちょっとこうね、いろんなこうノンアル出てほしいんですけどもね、ノンアルいつも同じになっちゃってね、うん、あ、ちょっとここにね、トマトがここに落ちてました。よいしょ、トマトちょっと落ちてんの、これ食べますわ。うん、例えば麻婆豆腐にプチトマト入れたりとかしますよね。うん、美味しいんですかね。私作ったことないですけども、どうなんでしょうね。
ではじゃあお次はまたリンゴ切ってきたんでね、リンゴ1個いただきたいと思います。リンゴもそろそろ終わりなのかな、どうなんでしょうね。では焼酎、焼酎をちょっと入れて、みかんはもう終わりなんですかね。みかんまだ売ってましたっけ。デコポンとかは売ってるけど、どうなんだろう、みかんって今売ってんでしたっけ。ではティーチャーズ、ウイスキー、スコッチウイスキーのねティーチャーズ飲んでます。なんか見かけない気しますけども、どうでしょうね、みかん。よいしょ。やっぱり産地の方、愛媛とかあっちの方でしたっけ、みかんの産地。あっちの方ではまだまだ売ってんですかね。青森の方だとみかんあんまり見ない気しますけども。では、ねティーチャーズいただきます。やっとこのティーチャーズ飲んでね、このスモークっていうかね、煙臭いっていう感じがなんとかね理解できるようになってきましたよ。ピート臭っていうかね、あのスモークっていうかね、昔私ジョニクロちょっと苦手だったんですよ。あのピートの香りがちょっとね強くて苦手だったんですけども、ティーチャーズ飲んだら結構このピート臭美味しいなっていう感じに最近なってきましたね。ジョニクロもちょっと飲んでみたいですね。ジョニクロね、みんな美味しい美味しいって飲みますからね。うちの父もねジョニクロ大好きでね、ウイスキーって言ったらジョニクロだったんですよね。このスモーキーな香りね、なんとなくねちょっと分かってきました。美味しいですよ。ではお次はこれ食べようかな。ちょっとね中華の今日はねメインが中華料理だったんで、中華系のなんかちょっとしたつまみがいいかなと思って、ザーサイね、帰りがけにセブンイレブンさん寄ってザーサイ2種の豆板醤を使用、ザーサイ炒めということでね、これうちのとかで前にもね 1,2 回紹介したことあると思うんですけども、これカロリー低いんですよ。23キロカロリーしかないんでね、カロリー低めでおつまみにね、ビールじゃないですけども、うちの場合はあのノンアルに焼酎入れてるだけですけども、ビールとかにもねよく合うんじゃないかと思うんでね、このおつまみザーサイ、ラーメンなんかに入れてもいいですかね、チャーハンとかに刻んでね、チャーハンに入れたりとかしてもいいんじゃないかと思うんですけどもね、こういうのも。ではザーサイ、結構ね大きいザーサイですよこれ、ほらね。これラー油かけて食べたらもっと美味しいなきっと。ラー油かけて食べればねもっと美味しくなると思いますこれ。お酒のつまみにね、カロリーも低くて嬉しいですよねこういうの。では中華のねザーサイですけども、日本酒飲みたいんで日本酒、またね美酒爛漫、これ秋田の地酒ですね、秋田県の地酒、美酒爛漫、秋田でね、秋田ですね、ね、この生貯蔵酒ね、舌も慌てないですけどもね、ね、これ美酒爛漫、これいただきたいと思います。最近紹興酒ね買ってないんでね、中華の時は紹興酒結構飲んでたんですけども、ちょっと紹興酒今ちょっとね買ってなくてあんまりないんでね、日本酒にしてみました。まあ飲みたかったってだけなんですけどもね、単純に日本酒。じゃあいただきます。
やっぱねこの美酒爛漫甘めですね。甘口の日本酒ですよ。あやっぱりねザーサイとかこうあのこのレバニラじゃねえや、なんだっけ、マーボナスとかに合わせるとちょっとこう日本酒の香り、繊細な香りがねちょっと感じられなくなっちゃいますけどもね、お刺身とかね、あの焼き鳥とかああいうねちょっとあっさりめの味のものに合わせると結構日本酒の香りもふわっとこうするんですけども、さすがにねザーサイなんかとね合わせるとねそこまで繊細な香りがちょっと感じられなくなっちゃいますね。でもね甘めな感じはあのしっかりわかりますよ。甘めな感じの日本酒でこれはこれでやっぱり、ね、美味しいと思います。ではお次はこちら、ファミマさんのねお母さん食堂の激辛チキン。この間ファミマさん行った時にね売ってたんでちょっと買っといたんですけども、激辛チキンこれカロリーいくらだろう。あカロリーが164キロカロリーなんでこれもそうねカロリー高くてちょっときついなっていうはあれではないですね。そんなにカロリーあの高くもなくて、ね、おつまみ激辛好きにはこういうのねたまんないんでね買ってみました。では開けてみます。よいしょ。うわあ赤いな赤いなこれ、こんなんすよ。いやー真っ赤っかですねこれ。いや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 、ほらほらほら、すごいな。ほんと辛そうな色してますけども、どうこのちょっとねタレ絡ましてね、どうでしょう。激辛チキンいただきます。そんなに激辛でもないかな、ね、そこまでね激辛うわすげえ辛って なるくらいではないですわピリ辛よりはちょっと辛いかなぐらいです。でもね辛いの好きな人だったらこういうのねいいんじゃないですかね。激辛まではいかないです。ピリ辛のちょっと上ぐらいですね。あこれも美味しい。じゃあねシュワシュワ飲んで、ではもう一回ねマーボーナス、お茄子からね色が出ててなんかすごいちょっとねどす黒い感じになってますけどもね、お茄子のね紫の色がちょっとこうね出てる感じでちょっと色がすごい感じですけども、もう一個エビ、もう一個エビ、もう一個エビ、エビエビ、よいしょ。これね右手でやるとね、右手ですくうとねカメラの前遮っちゃうんでね、左手でやっててちょっとね取りにくいんでね。では麻婆茄子、エビ入りのね、エビ入りの麻婆茄子、ピントが全然合わないな。合ってますかねこれでね。エビ、おおエビとこうねひき肉、豚ひき、しめじとかも入ってますよね。いただきます。お茄子とねピーマンもネギもね2分の1本分ぐらい入ってるんですよこれ、長ネギ。
私もね、ネギね結構好きな方なんでね、ネギ結構入ってるんですけど、もう煮ちゃってるんでね、わかんないですよねこれ。うん、お茄子がとろとろ、よいしょ、ね、しめじ入ってますよ。うん、じゃあね、エビね、うん、うん、おいしい。ではあとはね、動画かアニメか見ながらまた晩酌続きね、やっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。今日もね、ちょっとね、編集する時間がねあんまり取れないんで、短めの動画になってるかなと思いますけどもね、今日のところはこの辺で締めさせていただきたいと思います。またね、明日動画アップしますんでね、よろしくお願いします。うん。